今動画編集しようと思って。んですよ。で、YouTube に動画保存というかアップロードするようになって、いろいろ動画の編集の仕方とか調べてるんですよ。で、まあパソコンがあればパソコンでやるのが多分一番楽っていうかやりやすいと思うんだけど、なんか。僕の持ってるパソコンが調子悪くてまともに起動しないんですね。何回かトライするんだけど、たまにうまくいってやっと起動するんだけど、でも起動したら下で全然動きがのろくてのろくてっていうのも、もう古いんですよね、僕のパソコン。買ったのが2012年だから9年前なんですよね。もう9年前に買った。当時はそこそこいいかなと思って、だいぶ満足してたんだけど、さすがに限界だね。シンクパッド、レノボのシンクパッドの、シンクパッドエッジっていうやつ。E420 っていうやつで、Windows 7でしたよね、買った時。で、CPU がインテルの Core i5 で、今ここにあるんだけども。で結構気に入ってたんですよ、レノボのシンクパッド。あのノートパソコンなんだけど、サイズが13インチぐらいかな、ぐらい14インチだったかな、ちょっと中途半端な大きさなんだけど、いいのがあのトラックパッド、トラックポイントみたいなのがあって、マウスの代わりにあのキーボードの中心部分に赤いポチがあって、それをこうやるとマウス代わりにこう動かせるっていうのがよくて、僕あのよくノートパソコンにある、なんていうんだっけあれ、タッチパッドじゃないか、なんていうのかな、わかんないけど、あのノートパソコンにあるのありますよね。あれで操作するのがあんまり得意じゃなくて、得意じゃないってか、あれやってるとなんかストレスが溜まってて、でトラックパッドを好き好んでやって使ってて、でいやそう。パソコン気に入ってたんだけど、 2年ぐらい前からかな、もうそいよいよ動きがだいぶ鈍くなっちゃって、でね、怪しいなと思ったのがあの Windows 10アップグレードの時ですよね。 Windows 7から Windows 10になる時って、7持ってる人はなんか期間限定で誰でも Windows 10にしていいですよって、Windows 10無償で提供しますよってマイクロソフトがフリーで配り出しましたよね。あの時にどうやらこの僕の持ってるシンクパッドが Windows 10との相性が悪かったらしくて、それを入れてからの挙動がだいぶおかしくって、で結局それ以来今も一応ね Windows 起動して試してんだけど、何回もこう再起動を繰り返したり、エラーが発生しましたって言って再起動繰り返したら、いろいろクリーンアップみたいなことやってんだけど、うまくいかなくて、でパソコン使えないんで、あ、行ったかな、行ったかもしんない、パソコン使えないことが多かったんで、今できる限りこっちのスマホで Android のスマートフォン使ってね編集してるんですよ。で、まあ基本僕動画の方針って編集は最小限しかしないんで、なんでかって手間だから、そんなにこう、カットカットして余計な部分カットしてコンパクトにまとめるって意図はあんまりなくて、だら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 長い動画でも別にそのままで僕はいいと思ってるんで、自分で後で見るときに、あ、ダラダラしてんなって思えばそう思うだけだし、早送りしたければ早送りすればいいし、飛ばしたければ飛ばせばいいと思ってるんで、僕はあんまり見る人のこととか見るときのことはそこまで考えてないです。その手間をかける、なんていうの、手間をかけてまで
いい動画、いい動画っていうか、なんていうかな、なんていうんだろうね、プロみたいな動画を作ろうと思ってないんで、それよりは記録用として撮ってる意味合いが強いんですよ。ただスマホだとね、やっぱりいろいろ限界ありますよね。そもそもの操作性とかで使えるソフトとか、僕お金かけるつもりはないし、時間もかけるつもりはあまりないんだけど、なんかさ、 YouTube 自体でもさ、 YouTube スタジオってなんか自分の投稿した YouTube 動画の管理ソフトみたいなのありますけど、 YouTube スタジオ自体がパソコン版とスマホ版で違いますよね。でなんかそう、いや僕5、6年前に一度 YouTube でちょっと動画アップロードしてみようと思って試しにやってた、ちょっとだけやってたことがあって、なんか自分用の記録動画上げてたんだけども、動画ってねローカルとかで保存しとくとすぐハードディスク食っちゃうし、でなんだっけ、オンラインストレージサービス使っててもすぐに容量食っちゃって、課金しないとね容量足りなくなっちゃうんで、それにお金かけるのもなんかなと思ってたんで、YouTube に上げとけばとりあえず無料で、まあ著作権とか多少気にしないといけないけど、とりあえず無料で上げられるから、YouTube を保管庫代わりにしようと思ってて、で、5年ぐらい前に1回やってたことがあって、その時は YouTube スタジオ自体に結構機能が豊富で、パソコンでやってたんだけど、なんか結構動画編集できましたよね、YouTube スタジオ内で。自動で顔認識してモザイク入れるとか、なんかそれ便利だなと思って言ってたんだけど、で、なんか最近多分それないですよね。あるんですかね。なんか最近なくって。で、しょうがないからローカルでなんか自分でソフト使ってやんなきゃいけないのかと思って。で、そうね。で、そうモザイクだけじゃなくて、あれがあったの、手ぶれ補正的なやつがあったの、スタビライズみたいな、それを使ってたんですよ。結構こうね、スマホ手持ちで歩き回って動画撮ってたら、まあ手ぶれしますよね。でよ、それそのまま見たらだいぶ気持ち悪くなるから、そうスタビライズ機能つけてやってたんですよ。最初にね、その時のね記録動画っていうのはネパールに行った時なんですよ。ネパールに行った時にちょっといろいろやりたいことがあって、こう動画カメラ回してたんですよ。回しながら街中行ったり、現地の学校とか訪ねたりして、いろいろ付き合ってたことがあって、で今またこうやって動画でね記録して、記録用に動画撮って保存しとこうと思った時に、多少の加工はしようと。手ぶれだったり、モザイクだったり。思って、まあいろいろ調べてたんですよね。動画編集ソフトってどういうのあるのって。で、なんか、たくさん種類はあるみたいですね。Android の標準ってあるのかね。なんかあんまりよくわかんないんだけど。で、いろいろ調べた結果、今は、Google フォトでそのスタビライズ機能、手ブレ補正機能みたいなのがどうやらあるらしいということが分かって、で、今、とりあえず Google フォトでやるんですよ。その手持ちで歩いたやつね。すごい揺れてるから。それは Google フォトでやることにしてて。で、あと、切り張りとか、部分的なカットとか、部分的なカット、ちょっと文字入れる。で、あと、ぼかしを入れる、モザイク入れるっていうのは、別のソフトでやろうと思っているんだけど、まずね、その Google フォトのね、処理ってめっちゃ時間かかるのね、これ。なんでだろう。僕のスマホが悪いのか。これはローカルで処理されてるのかな。どうなのかな。ローカルで処理されてるんだから、
だったら僕の端末の性能依存ですよね。メモリが足りないっていうのは確かにあると思う。メモリとプロセッサーが弱いっていうのは確かにあると思う。でも、Google のやることだから、Google さんだったらなんか、オンラインでやってくれ、クラウドでやってくれてる気がするんだけどね。違うのかな。Google フォトなんで。ここにもパソコンがあって、シンクパッド。開きましたね。とりあえず、よいしょ。そうで、Google フォトの話、ついでですけど、Google フォト、確か5月いっぱいか6月ぐらいで、あれ、写真無料やめますよね。写真無料っていうか、容量無制限だったんですよ。今まで写真の一定程度の画素数だったら、画素数以下だったら、何枚でも OK だったんですよ。1枚あたり何画素以下みたいなの決まってて、それ以下の画像だったらいくらでも保存できたんだけど、なんか6月からそれやっぱやめたっていうみたいですね。さすがにね、データセンターもただじゃ運営できないんで厳しいんでしょうね。だんだんそういうのって、まあサブスクリプション流行ってますけど、課金していく方向なんでしょうね。昔ドロップボックスが出てきた時とか、ワンドライブが出てきた時とか、あとね、あの N ボックスは車の名前か、 N ドライブだったかな、あの、あ、名前忘れた、どうするでした、韓国系の、あ、ネイバー、韓国系のネイバーっていう IT 企業がありますね。あそこのサービスが N ボックスとかっていうの、やっぱりオンラインストレージやってたんですよ。だから、ドロップボックス、ワンドライブ、グーグルドライブ、N ボックス、N ドライブとかあって、結構最初大盤振る舞いで、あと、あれもあったね、シンクなんとか、忘れちゃった。全部僕いろいろ試して、で、その無料制限がいろいろあったから、無料制限やって、使ってたんですよね。そう、うん、そう、無料制限使ってたりで、大体各社10ギガとか20ギガとかやってて、結構最初大盤振る舞いしてたの。ワンドライブとかなんかほぼ無制限みたいなこと言ってたんじゃないかな。なんかでも結局その後やっぱ限界がすぐに来て有料化しましたよね。どこも軒並み有料化っていうか、無料では上限結構 5とか10とかで無料の制限決めて、で、あれ、無料制限決めて、それ以上は課金しなさいよと思って、でいよいよ Google フォトもまあ基本はその流れだとは思ってたんだけども、いよいよ Google フォトも今まで写真は一定画素以下なら OK だよって言ってたの。ダメーって。もう無理ってなっちゃいましたよね。だから、アップロードするなら今のうちって。なんか、5月末までにアップロードした分は無料。今まで上げた分は無料、なんていうの、無料範囲にしますよ。そういう一応救済措置なんで、今のうちにアップロードできる画像をアップロードしとこうと思って、昔の写真とかまあ見るんかっていうと別に見ない気がするんだけど、アップロードしとこうって思って、なんかパソコン開き始めていろいろちょっとやろうと思ってました。いや、そうなんですよ。動画の話してたんだけど結局写真の話してる。なんで今のところ僕ストレージには課金はしてません。できればね、このパソコンハードディスクが多分500ぐらいあるんですよ。なんで、そのハードディスクをうまいこと取り出せればいいのかもしれないなって思
ました。できるのかな、なんか方法あるんですかね。このなハードディスクだけ取り出してで、ポータブルハードディスクとして使うみたいなことできるのかな。難しいかな。パソコン用にフォーマットされちゃってるから外に出せないのかな。わかんないで。そんなことを考えてます。でね、そう昨日やってたのはあのエクセルに、なんかね、僕の父親がもう今だいぶ何年か前に亡くなっちゃったんだけど、僕の父親が亡くなる前ぐらいに昔のアルバム、昔はデジカメじゃなくてフィルムカメラで写真撮ってて、現像してアルバムに、もう物理的なアルバムのこういう本みたいなやつに 紙の写真というか写真を保存してたんですよ。その父親がその物理的にあった写真写真を全部スキャナーで取り込み、デジタル化、データ化してたんですよね。で、それを JPEG とかで保存すればいいのに、なぜか全部 Excel に貼り付けてたんですよ。多分、その昔ながらのこうアルバムみたいに、1ページ1ページこうやってやりたかったんでしょうね。いろいろこうレイアウト考えながら。エクセルに画像を貼り付けまくってると、エクセル自体のなんていうのファイルサイズがめっちゃでかくなるじゃないですか。一つのエクセルファイルで5ギガとか10ギガとかいくわけですよ。なあほうなんそれをパソコンで開こうとすると、パソコンのメモリって一度に作業できる限界結構超えちゃうんですよね。しかも僕のパソコンは割と古いんで、いやいや、それはさすがに厳しいでしょって思ったんだけどね。うちの父親ね、そうやってたんですね。そう、いや、あれ面白かった。面白かったっていうのもおかしいけど、面白かったですよ。で、その Excel ファイルをなんかもらったんですよ。僕の昔の写真があったから、まあ、いつ見るかわかんないけど、記念に撮っておくかと思って。で、ただ Excel だと重いんで、普通に1枚1枚の JPEG にしたいと思って、どうやってやろうかなっていろいろ考えてたの。で、いろいろ方法があるんですよね。Excel から一括でそこに入ってる画像を取り出すっていう方法が。なんか、調べたところによると、拡張子を ZIP に変えて、やってやるとなんか勝手にできるとか、僕それやったんだけどダメで。で、あとは、保存、Excel を保存するときに形式を変える。Web、HTML とかに変えるのかな。すると、画像は、なんていうのかな。文字情報と画像情報分かれるんですよね。分かれて保存されて。で、画像情報は画像だけでバーってこう JPEG とかで保存されるんで。それでもできると思ってやろうとしたんだけど、そもそも Excel が開けない。重すぎて開けないっていう問題と、あとね、このパソコンにマイクロソフトオフィスの公式の Excel は入っていません、編集用の Excel は入っていませんっていう、その2つの問題があって、だからそれも結局断念。
プラン2もあるんで、で僕が選んだのはまず Excel を PDF に変換する。 PDF に変換するのは、まあ、ローカルでもできるけどオンラインでもできるのありますよね。オンラインでこう Excel をポンとドラッグ&ドロップすると PDF がエクスポートされるっていうのがありますよね。それを使って PDF にして、でそこでもしかしたら多分画像画質は落ちちゃってるのかもしれない。でもまあそれは目をつむろうと思って、で PDF で出てくる。で今度は PDF から画像を抽出するツールっていうのがあって、それはね多分オンラインのツールもあるんだけど、僕はこうローカルに一回そのツールを落として、でローカルで作業した。そしたらね画像パパパパって勝手に何百枚、多分千枚ぐらいあったんだけど、千枚ぐらいの写真をほんの数分でやってくれましたよ。だからおこれいいね。でその画像を今度は、Google フォトにアップロードする。それ昨日やってたんですよ。なんで昔の写真を今一応僕は Google フォトさんに預かってもらってますよ。で動画の話に戻すと、僕今悩んでるのが YouTube に自分で上げたアップロードした動画って基本自分ので、自分で、ダウンロードローカルにダウンロードできることになってるはずなんですよ。あれなってるはずなんですよ。ご存知？一回アップロードしたやつももう一回ダウンロードできるはずなんですよ。僕はそう習ったんですよ。習ったんだけど、それをこのスマートフォンでやろうとするとうまくいかんと。僕の今の目下の課題はそれでございます。一度アップロードしたやつを元に戻したいのに戻せないっちゅうって困っとるんですが、でスマホでできなかったからちょっと今パソコンでやろうと思ってパソコン開きました。で今もう一個また別の問題にぶち当たってて、スマホに入ってる動画編集ソフトあるんですけど、キネマスターっていうのを使ってるんだよ。キネマスター、それはなんかね無料でモザイク入れられるとかあったんで、モザイク入れられるのって地味に少なくて、なんでモザイク入れられるのあったんで、それでやろうと思ったら Google フォトでスタビライズ機能を使って手ブレ補正した動画を開こうと思ったらできなかったんですよ。今それで今なんでって思ってちょっとねやり直してる。なんでだろう、なんでだろうね。なんか理由考えられますか。アンサポーテッドレゾリューションって出るの。なんでレゾリューション解像度の問題だと思うんだわ。解像度が大きい。でもですよ。いやー、わかんない。ちょっとわかんない。誰か助けて。わかんないんだわー、これ。わかんないんですよ、これ。どうしてかなー。なんかね、可能性としては、Google フォトでスタビライズすると、手ブレ補正すると、なんと、間違った。
なんとですよ。サイズが、解像度が微妙に変わるんですよ。多分こうずれる分を処理したせいで変えちゃうんでしょうね。このずれた分。少し大きくなるんですよ。ほんの 2ピクセルぐらい。そのせいなのかな。そのせいだと思いますかね。ちょっと僕今どうしようかなと思って、それで困ってます。どうしようかな。困ったっす。あれ？違うな。で今パソコン版の YouTube を開いて、どうやってやるんだっけ。あ、あった、 YouTube スタジオ、 YouTube クリエイターツール、昔の名前がクリエイターツールなのかな。でコンテンツ、できるかな。いや、まあ、この作業は今はまだ真新しいから楽しくやってますけど、このことやって誰が見るんだっていう話ですよ。こんな手の込んだことわざわざして、いや僕は手の込んだことしないけど、ほぼ撮った動画そのまま上げてるだけだから全然手間はないんだけど、誰が見るんだっていう話ですよね。いや、なんていうの、あれですよね。僕、自伝を書きたい欲求みたいなのが多少あったりするんですよね。自伝っていうか、伝記というか。なんか、まあ、昔はこう書くしかなかったから、文章で書いてましたよね、皆さん。まあ、有名な人からあんまり有名じゃない人まで電気で日記みたいなのをつけたりするのも一つだし、でもしかしたら誰か、自分じゃない誰かが将来それを見たり読んだりするかなってことを想像するわけですよね。でまあすると、まあ、昔の人の話って100年後200年後ってこう書物として残ってたらいつまでも読まれて、でも読まれる人っていうのは本当にごく一部の人しか読まれないですけども、でもなんかね、今のせっかく今こうやって動画でできるっていうのが一応今の時代の最先端だっていうんだったら、まあ、動画で残しておくのが面白いのかなって思ったんですよ。将来まあ自分が体動かなくなってベッドで寝たきりになったりしても、まあ動画なら自分でね、昔こんなことあったなってアルバムを見返すような感じとか日記を見返すような感じで動画見るのもいいし、まあ将来僕の親戚とか子孫みたいな人が僕を直接知らない人でもまあちらっと見て、あ、こんな人いたんだって思うだけでも楽しいかもしれないですよね。っていうのもね、だって僕自身が僕の父親とか僕の母親ももちろんそうだし、祖父母とかの昔のことって聞いたことしか知らないし、でビジュアルで知ってるのは昔の写真を見るだけですよね。でまあ子供ながらにそういうの、子供の時ってちょっと親の昔の写真とか見るのって割と楽しかったですよね。でまあ葬式の時もそうか、父親の葬式の時にも写真、昔の写真引っ張り出してきてスライドショーを作ってくれるんですよ、葬儀場の人が。そういうプランで、でその時にやっぱりいろいろ昔の写真見てて
自分の知ってる人の昔の写真見るのってのはまあ面白いなと思ったし、自分とまあつながりのある知らない人の昔の情報って知れたら知れたできっと面白いんだろうな、いやそんなことやる暇あるんかって知らんけど、まあ、人生いつか暇になったりするかもしれないじゃないですか、その暇つぶしの一つになったら面白いかもなってちょっと、まあ、自己顕示欲もあり残してみようかなと思った次第です。そんな大層なあれじゃないんだけど、そう思ったっていうだけでやってみようかなって思ったんですよね。ベラベラ喋ってるわけですが、そもそも何ができるんだろうね。パソコン版の YouTube スタジオは何か新しい、変わったことできるんかい。ちょっとタイトルと説明を編集、やっぱそうだよね。一回多分もう上げちゃったら変えられないんでしょうね。試しに開いてみますけど、一回この手ぶれ補正みたいなしないで試しに上げたやつあるんですよ。まだ公開しないやつとかもあるんですけど、これそのまま上げとっとやってもだいぶ気持ち悪いんで、できるなら多少加工したい、できるなら加工したいけど、ああできなさそうだな。エディター動画の編集が必要なの使ってみる。あ、できるかも。パソコン版ならマジで。いや、あれはないか、スタビライズ機能はないか。スタビライズ機能はないけどぼかしはあるぞ。おいおい、マジかマジか、パソコン版すごいな。ってことはAndroid のスマートフォンでも Chrome で開いて Web 版を表示するってやればできるのかな。一応だいぶ操作しづらいけど、あ、それは知らんかった。これどういうこと。もうアップロードしたやつでも、公開済みのやつでもできるのかな。きっとそういうことでしょう。そうなんだ、そうなんだ、そうなんだ。どうしようかな。ぼかしを追加って書いてある。お、顔のぼかし、カスタムぼかしってあるね。別に僕顔ぼかすつもりないんだけどね。なるほどね。とりあえずそれを知れたのよ。ちょっとよかったね。パソコンでそれができるって分かったことはまあ一つの収穫ですし。なるほど。やっぱあれなんだね。パソコンの方が充実してんだね。当たり前ですか。当たり前ですか。そうでもないですか。アップロード動画のデフォルト設定しますね。なんか、いろいろやろうとしすぎて、混乱してるから、今やることを整理しますよ。まず、Google フォトで編集した動画を、キネマスターっていう編集ソフトに開けません問題。これはキネマスターだけの問題なのか、ちょっと別のソフトでやってみよう。別のアプリでやってみますね。これこっちの方がインショットってやつ、こっちの方が定番かな。僕なりにいろいろ調べて使いやすそうなの2つ今使い分けてる。実際はね、もっといろいろ試したんですよ。5種類ぐらいは試しましたよ。で、いろいろ見比べてこれがいいかな。ああ、インショットだと開けた。ああ、マジか。なんでだろう。なんでだろう。なんでだろう。
レゾリューションのやっぱ制限があったんだな。FAQ とか見てみっか。ジェネラルのフィリピシアか。上限があるんかな。What the video and audio file formats does KineMaster support? サポート範囲。MP4 はもちろん OK でしょ。それは大丈夫みたいな。Not all format media だみたいな。サイズは何とか書いてあるか。サイズは書いてあるオンデバイスザットドントサポート 4K エディティングキネマスタープロバイザーオプショントゥリーエンコード 4K ビデオズ。なんかビデオのフォーマットがやっぱあるんだな。ちょっと制限がそこちゃんと書いてないからわかんないんだけど、どうしよっかな。どうしよっかな。じゃあ、だから一つの手としては、Google フォト上でも何でもいいんだけど、一回リサイズできるかっていう話だね。別のとこで Google フォトで作った動画をリサイズするのか、ちょっと試してみる。それをいけるかな。レイシオ、クロップ、レイシオ、オリジナル。クロップをしなくて。これでセーブすればいいのかな。一回、なんか Google フォト上で、レイシオを変えようと思ったんだけど、うまくいかなかったんで、また別のソフトでやってみてますよ。なかなかね、手間かかりますね。はい、うまくいくかな。
ぶれ、手ぶれ、手ぶれ。あるわ。昔バスケの試合を撮ったビデオがあるね。このパソコンにあるんだ、そういえば。動画は Google フォトに預けあげたら、Google フォト上で編集できるかな。どうやってやるんだろう。パソコンで Google フォトで編集できるのかな。いやー、なんかわかんなくなってきちゃった。考えると難しいね、いろいろ。一回 Google フォトにやるか。ちょっと開いてみよう。ちょっと分かんなくなってきたね。これできたのかな。インフォメーション。インフォメーションがないんだよ。SD カード does not have sufficient available space。 SD カードがいっぱいで保存できませんって言われた。どうすればいいかな。代替策。いや、それ別にローカルに保存してくれればいいんだけど、なんで SD カードになっちゃったの。なんかSD カードを開放しないといけない。SD カードどうやって開放すればいい？これでいいんちゃうの？これもサイズ1080の1920でいいんじゃないの？違うのかな？これは手ぶれしてるやつか。手ぶれしてるやつ。これなんでサイズ変えられんのよ。変身ってあるか。ないね。編集はできないのか。編集はないね。
パソコン上では編集できないんだ。アンドロイドアプリでしかできないんだ。おお。ああ、いろいろめんどくせえな。どうしよっかな。2.5GB。なんで 2.5GB？消す。SD カード整理するかい？なんか整理できるかい？どうしようかね、これ。大事に取っておくことの画像にもないんだけどね。ああ、いいです。ダメだ、わからん、ちょっと。疲れちゃった。なんか時間かかりそうだ、どっちにしても。休憩。